足が重い。足が。重い。よしよしよし。健康に。こんばんは。充電さしとこ。ちょっとな。話したいこといっぱいあってんけどな。ちょっとゼリー食べたいから、ゼリー食べるわ。コーヒーゼリー、美味しそうじゃない。 これ好きやね。マイクトラウトさんに2人と寝ました。ハンジュさんみたいなツインテールかわいいやって。なんという言葉。ハンジュさんみたいなツインテールかわいいやって。こけてなかった全然こけてないで。超、超順調に歩いて、歩いてちゃうわ。走って。<laughs> もう、あの鼻がさ、あれ風でさ、詰まってるからさ、 あの鼻で呼吸できひんししかもマスクでめっちゃペコペコするから <laughs> あのもう赤っだと思って <laughs> あの口呼吸でやったらめっちゃしんどかった <laughs> おもろいでんなじぶせね。チンパンジーがだちてしたからそうなそうやね私がね助けてあげたんです道あっちだよって押し上げてあげたよいしよいしあおいしそうおいしそう 本当はね食べるね配信はねしたくないんですけれども美味しそうなので食べますよいしょいちょっとね昨日みたいにねあの劇場に行ってたんですけれども昨日みたいに劇場に行って配信しようと思ったんですけど村人 T さんギフトありがとうございます奈緒さんもヒョンさんもギフトありがとうございます行こうと思ったんですけれどもりっちゃんさんギフトありがとうございますだったんですけどちょっとね あの先輩がいっぱいでちょっとあのビビって帰ってきましたスマトンさんギフトありがとうございますみさんもギフトありがとうございますおえもんさんもギフトありがとうございます <laughs> ちょっとひよって帰ってきたきさんギフトありがとうございますらなさんもギフトありがとうございますなる兄さんもギフトありがとうございます伊てちゃんさんもギフトありがとうございます ジャックさんもギフトありがとうございます。あ、こう、アポガリップスさんもギフトありがとうございます。そう。え、今日さ。あの、走ってたらさ。市販、い、市販。なんか、セタンティやってさ。市販の、なん、なんて書いてたっけ、市販の。なんたらみたいな。t シャツがあるんですけど。それ着てる人って。と思って。 プロろしたんさんギフトありがとうございますいたるっちさんもギフトありがとうございますタバスコさんもギフトありがとうございます <laughs> ああそうシ師範を一緒に愛しますねワンタンメンさんもギフトありがとうございますあれをね見つけましてあの人をあの服を着た人を普通に歩いてたから あ、そっか公園の前かなと思っておいしいヒメラギシュンさんギフトありがとうございますエイティさんもギフトありがとうございますおいしいですねぜひ買ってくださいなんていうたっぷりクリーミーソースコーヒーゼリーって書いてます北海道産生クリーム使用 めっちゃ美味しいマイク・トラウトさんギフトありがとうございます <laughs> 今日は学校に行ってきました今日はというかいつもやけどあこパキって言ったポンさんギフトありがとうございます上田和樹さんもギフトありがとうございます今日は暑いんですえ た髪型迷ってきたどううしようめっちゃハーフツインで決めたつもりやってハーフツインでいいわと思ってんけどなんかツイン揺らいできたななんかツインはなあれやねん低めの後ろが日焼けするからやめててんけどな ひろさんギフトありがとうございます。吉松さんもギフトありがとうございます。これどこのやつやろ。ようわからんけど、なんかこれです。めっちゃ美味しい。どこのコンビニかわからんけど、お母さんが買ってきてくれた。本田さんギフトありがとうございます。高秀さんもギフトありがとうございます。うんうん。 後ろが焼けて欲しくないねんピロピロヒロシタンさんギフトありがとうございますまあそれがいけたら私はツインが良かったねん去年やろうと思ってやれへんかってポニーにしたからまあ、ポニーもいいねんけどだからツインもちょっとしたいねんな RC さんギフトありがとうございますだからどっちにしようかめっちゃ迷ってるどうしようかなその日の髪の毛の癖具合にもよるわ めっちゃ美味しいこれこのコーヒーゼリーめっちゃ好きやねヒロさんギフトありがとうございますなんか話したいから急いで食べてしまう <laughs> あの寝癖がねつくので。 コーヒー,コー,ヒー牛乳入れたい半々 <laughs> とかやったら言える牛乳の方が少なくなってきたら代費がちょっとなって感じかもでも砂糖は入れへんねんな私牛乳入れたら飲める砂糖がそんなに好きじゃない カフェオレ的な <laughs> アンジュさんみたいな髪型やってもう最高の褒め言葉ですねこの上いですもう黒島の褒め方100点やでそれ一番喜ぶから <laughs> ア,ンアンジュさんみたいにガムシロップここ入れるガムシロップ今度 入れてみようかなゆうきいさん、ギフトありがとうございます砂糖は入れへんけど牛乳は入れるてつみやさん、ギフトありがとうございます <laughs> 間違えてアンジュさんの配信入ったこと思ったわやって最後のちっちゃいアーがなんか若干の棒読み感あっておもろいな イエーイカッコカリアンアンジュさんカッコカリですまきこさんギフターでございますガテちゃんさんもギフターでございますあミオちも入れるな 聞いたわい三色団子さんギフトありがとうございます。結構入れますよね。結局会謝ました昨日安住さん高山前に。<laughs> 高いでさんギフトありがとうございます。可愛かったです。あったっていうか私が見ただけだけど目撃って感じ。 可愛か,かった。配信もすぐ見た。うわ、アンジュさんと若菜さんを出して、にで終わった感じやねって。最強やん。やば、可愛すぎるやろこの世界で一番可愛い,いと思う。黄昏さんギフタありがとうございます。バーギ、バーキューンさんもギフタありがとうございます。<laughs> ゃかわいいやんえっそう基本私はもう通知と一緒に入るから男女最初は上がってねでもう100投げてから落ちていくっていう俺大津さんギフトありがとうございますしおりさんもギフトありがとうございます <laughs> 皆さん黒島を大立てるのが上手くなってきましたね。さすがです。え、そうなんです。一回出遅れたんですよ。もう、もうでもあれあれで。 ようつべで検索して、北斗のケンシロさんギフトありがとうございます。太田茂さんギフトありがとうございます。あのようつべで検索して出てきて見たらアンジュさんちゃんと探してて可愛かった。はあ可愛い。アイギー春樹さんギフトありがとうございます。 イラスさんもギフトありがとうございますロエジョエルさんもギフトありがとうございます <laughs> アンジュさんかわいいかったね私アンジュさん…アンジュさんちゃんは私夜の方が起きてんねん夜の方が起きてる率高い昼の方が見てね面か可愛すぎてさギフトありがとうございますえそうもう探してるのが可愛すぎて今日もおるんかなって 探しててもうかわいいと思ってやばくないですかもうかわいすぎるんやけどどうしようはあかわいい <laughs> いつも配信待ってるんじゃないんですけどなんかな大体いいな髪の毛乾かし終わってストレッチ始めた時かベッドかなんかやっと一段落したくらいの時間なんですよ。鎌倉さんギフトありがとうございます えー、見えないね平安兄さんさんもギフトありがとうございますそからあれなんですよもう最初から見てますドラゴンさんギフトありがとうございますゴーくんさんもギフトありがとうございますそう夜遅めええ昨日の配信はもう全部見れました <laughs> 可愛かわいかったです最変わらずえなんかこうやったらサイドポニーみたい <laughs> ななんかな若干左右意地違うねんだよなこれどうしようツイント迷ってる <laughs> <laughs> 遅れましたに、ね、は笑ったほんまに普通やと思って怒っちゃった遅れましたって <laughs> 遅刻しましたって,って昨日のアンジュさんの配信は60ないです ないか覚えてないけど <laughs> 果実さんギフトありがとうございますそう昨日のは時間告知してくれてたから分かりやすかったでももう通知取ってるから全然あのたまに聞こえへん時あるのな違うとこに置いてるとか <laughs> あとアンジュさん笑ってたからえっそんな変なこと言っちゃったと思って <laughs> ひなさんギフトありがとうございますえっどうしようツインかめっちゃ迷うねんけど えやんな日差し強いから首の後ろ注意やんなですよねえですよねえそうですよねでもねツインの方が楽なんです <laughs> 楽なんですけどハーフツインでもいい気はするねんけど体育大会っぽいのはツインやねんで今の長さのツインめっちゃ好きやねんこれアンジュさんもなこの緩めでもうたりしてんけどあれがねかわいすぎまして。 もうかわいい、あ六十八ですね。<laughs> えアンジュさんが配信アンジュさんサクちゃんがアンジュさんの配信これなかったときアンジュさんも残念そうと思う。えー、かわいいやばいやん。かわいいそうなん？ペロペロひロしたんさんギフトありがとうございます。えかわいいやわ。 かわい,い定期的にちょっと来てないふりするのもありかもしれんなん <laughs> であの星投げんとわざと置いといてでランキング読み終わった後にバーッと星投げて「実はいました」なんて言ったらかわいいやな <laughs> あのどうか打ち合おうやアリアリス来てくださいドラゴンさんギフト2人ありがとうございますつみさんもギフト人ありがとうございます <laughs> えかわいすぎやろ 面倒なオタクだ <laughs>。確かに <laughs>。確かに。面倒なオタクや <laughs>。おもろ。確かに。ひべさんギフトありがとうございます。あ可愛いわ。あー可愛いわ。あー可愛いわ。可愛いよな。ほんまに可愛いかこさんギフトありがとうございます。あひろきちさんギフトありがとうございます。 だって可愛いもん、可愛いもん、あの反応、可愛いもん。ああ。<laughs> 可愛いよね、本当に、本当に可愛いよね。もう本当に可愛いよね。でさ、今日聞いてほしいことがあったの、何このポーズ。<laughs> あ<ー>あ、あるな、思ってんよ。ああ、ああ、そっか、日付が変わる時間が多いから、後から投げるの難しい。確かに。 そうやな、もうアンジュさん <laughs> かわいいよななんであんなかわいいんやろ何食べたんやろ毒キノコでも食べた笑いたきくらい食べてそう <laughs> ああかわいいなあーかわいいなあーかわいいなあーかわいいな,いいなよしでさ聞いてほしいことがある今日なか学校行ってんよんであのギリギリあ,のあと授業が6時間目が あと5分で終わるかなくらいの時になんかねあのあれなんですよあのー、5分で終わるかなくらいの時になんかめっちゃ見て肝もないこの形プテラノドンみたいプテラノドンに失礼やなそんでさ あのペンギンじゃあは早退やってんあとあと,あと5分みたいなとこでしかもその5分はもう授業の片付けみたいな時間やったからもうほんまに授業ないみたいな時間にちょっとねあの間に合わないんで劇場に行くのにで行ったんですよ早退でほんならあの預けてたものがあって担任の先生にでそれをもらって帰らないといけなかったんですけど職員室まで行く時間がなかったんで ももう昼休みに渡してもらってたんですよでもなんかも自分でもト遠きたくなかったっていうか音楽室に行く移動教室の時やったから「もうペンギンに渡しとくわ」って言ってだからペンギンに渡してもらってで私は6弦ペンギンの授業やったから行ったんですよな,ならもう6弦で何があったかというとあれなんですあの待ってテロップやってなかったイベント 配信中えっとでな6弦はあの職業体験の話であのペンギンがねペンギンがねあの私のねところだったんですよところだったんですよであのお花屋さんなんやけど私の担当のところはで担当の先生がペンギンなんですよでペンギンがねいるんですずっと。で でなそうだからな預けといてもらってで私が5分前とかにほんまはな6弦いかんつもりやったんなんかもう準備とかあるから5で帰るかと思って,てんけどなんかやっぱり決めたいと思ってなんか2人しかおらんくてお花屋さんがまあもともと全部同じようなもんなんやけどだからその1人の子に任せんのもなんかなと思ったからもっとおると思ってたんやけど2人しかおらんかったからさすがにやっぱり行こうと思って。 行ったんですよで5分前で帰ろうと思ったらペンギンがねそれ渡す時にな時間大丈夫って聞いてきたんですよーいやー高めのツインテールじゃないんやそうやねまだくくられへんねんその高さこれでちょうどいいくらいもうちょっと高くしたら落ちてくるかなって感じくないひろさんに2人ありがとうございます超久しぶりにペンギン先生が喋ってくれましたよ もう何日ぶりですか、なん、何ヶ月ぶりですか。何ヶ月ぶりですか、もう本当に。何ヶ月ぶりですか。もういつから喋ってないですか。何ヶ月経ちました。もう半年は経ってますよ。なんでそんなに喋ってくれなかった、あのペンギンの話です。気遣いができるペンギンです。はははは。もうさ。遅い。なんで。 もう半年も待った半年以上待ちましたよ黒島は。もうどんんだけ渡せるんだよでなんかやっとな喋ってくれてな私がなそう,もう取りに行ったらなんかこれが持ち物やったとしてなこうシュッて出して渡すのによで「時間大丈夫?」って聞かれて「あやばいです」って言って「ありがとうございます」って言ってテストしてシュッて逃げていったの。もう <laughs> めっちゃ久しぶり半年やでだってさあでも授業で名前呼ぶとかはやっとやっともう数日前に会ったくらいでんであとなるなやっと目が合ったのがもうそのちょっと前なんですよで,んで で私が友達通る時に何かクマさんのとこ行こうと思ったらあのペンギンがおったからペンギンのとこに寄り道した時に何かたまたま行ってでペンギンとさめちゃめちゃ絡んでたから最近の時で友達はそのままの感覚やと思ってるからさあのペンギンの方にねそこになんかちょっかいかけに行くんですよ黒島を使って。だかからなんかもう もうって言ってやってたらそうなんか一言私に対してじゃないけど言うとかはあったんやけどやっとね私からじゃないね言葉が発されたんですしかも黒島に向けて黒島を見てやっとですよ半年も待たせましたよ半年以上も待たせましたよもうどんな意見渡せるんですか <laughs> ほんまに。 なんで逃げるのもう時間がほんまにやばかった <laughs> 結構ギリまで攻めたねんほんまはその時間おらんくらいのあれっからさ結構ギリまで攻めてんから割とやばかったのとあと普通に恥ずかしかったからそう逃げた特別警戒中さんに2人ありがとうございますどんだけ待たすんねんほんまにんまあ一か月一か月じゃうわ半年も待たせやがって 半年以上もう秋やでもう寒くなってきたで秋まで待たせたんやでもう季節いっぱいまたいだでやばいでもう何個またいだよえもうえ、うん分かれへんもう今朝できひんけどもうめっちゃ待ったんやけどどんだけ待たせるんよ堤つつさんギフトありがとうございますで嬉しがってるっていう話もう秋ですよ なんか悲しくなりますねもう <laughs> なんか CM <laughs> さあもうなんかさあれよもうクリスマスソングとかになってきてるからさ早すぎやろまだ10月やで月が綺麗ですねずっと前から月は綺麗ですよ気まずくなってたのなってないよ <laughs> なってないけど喋ってなかったんも,うもうずっとずっとね 乙女を待たせるなんて本当にカツンさんギフトありがとうございますもうひどいわあのペンギンアンジュさんかっこよかったですよねいや劇場行ったらシーズゴン用の椅子が置いててこの椅子アンジュさんが使うやんと思ってキモ <laughs> おもろいカツンさんギフトありがとうございますあーおもろ もう、はあ、何ヶ月ぶりや数えておきたかったわもういつから喋ってないか、はあ、座った座ってないよ <laughs> 座ってないよやばいやろ座ってたらやばいやろえぐいで <laughs> やばもうそれやばいやんほんまにやばいやつやん だいぶやばいやつやで。<laughs> 我慢強いね、友達が待ち合わせに。遅れてきてもよろしい。そうやな。あんまり怒らんかも。どうしたんって聞く。勝さんギフトありがとうございます。か。もう、なんか、何も聞かんかも。なんか遅れてきたら。おはようっていう。<laughs> え、全部一緒ちゃうんす。インス 多分。一緒やと思うで、一緒に見えた。特に何も触れない。遅れてきたことに対しては触れないけど、だいたい遅れてきて。なんかごめんよな、めっちゃ待ったやんなみたいな感じで言ってくれるから。全然やで、今来たとこやでって言って終わり。吉田来週さんギフトありがとうございます。<laughs> アンジュさん、可愛い,いですよね。<laughs> もうアンジュさんのツインが好きすぎる。 可愛くないですか可愛い,いですよね。花屋にペンギンギえっでもなペンギンなペンギンなあるやねなんかさ4組担当やねなんか先生らが少ないしもともとだからなんか1人4組くらいでめっちゃ会ってだからペンギンが常におるわけじゃないねんけど一瞬来てくれんのか後編のかくらい。 やねんなドラゴンさんギフトありがとうございます。朝霞さんもギフトありがとうございます。なべちゃんさんもギフトありがとうございます。私は遅れてきたことに対しては全く触れないですよ。これからどこに行くのかとかの方の話にしか頭が向いてないので、ともりんさんギフトありがとうございます。というか会ってしまったらもう何も言えなくないですか？なんか顔が見えてないからさめっちゃ言うけどさ。全然なんです。<laughs> <laughs> こんばんばは今恥ずかしいなですよね私も思いますあの「ごきげんよう」ってアンジュさんのやつ入れてんねんけどさ「えごきげんよう」で入ってきていいものか黒島はと思ってだからいつも「こんばんは」を選んでるカッキーさんギフトありがとうございますめっちゃ悩んで「ごきげんよう」はやめてそう「<laughs> こんばんは」にしてるうんー おさんって私たち世代の女子には人気あったそうなんやどの世代か分からんけどうんでもな人気はあってもな2人しか入られへんのよ多分上限がしげさんにフ人ありがとうございますヒヒッ主語がアンジュさんなのかペンギンなのかわからないおもろいどっちかやもんな基本ちかねくきたるさんにフ人ありがとうございます あーおもろいなもう最近なんかペンギンが急にななんか戻ってきたわ喋るようになってきたわ急に好感度狙ってんけ好感度狙ってんけご機嫌ようでええんじゃないえー、えー、いいのかなじゃあ次の配信であれ言うわ <laughs> もう私はそうしますなんかクマさんが決めてくれてんけど大体なんかねそう ひと <laughs> 言だけひ <laughs> と言だけでもう <laughs> ご機嫌ようだけでめっちゃ迷ってるっていう <laughs>、うん、何の話だったっけ何の話しようと思ったっけペンギンペンギンのあそうさいん最近喋るようになってきたしいなんかそれじゃなかった気がする何の話だったっけあれ何の話だったっけ <laughs> そう新さんギフトありがとうございますマシカン・デュク・キタルさんもギフトありがとうございます ペンギンギがなやっと喋るようになってきたのもう久しぶりですよレイ,レイビーさんに2人ありがとうございます <laughs> 超久しぶりやっとなんか急激にさ全く目も見ないし全く喋らないもう思っての分かって感じあ衣装見れたよかったもうねだいぶ前にね作ったんですけどコロナかかった時に <laughs> そうなんですけど 出しましまたそれをあ <laughs> ごめん遊ばせ夫ふも作ったしい <laughs> おもろいペンギン先生ってパンダに似てるって本当パンダほど可愛くはないえ幼く見えるえやっぱりツインにしようかな私幼く見える方がいいねんな,なんかなあ,あんまりなあ,あるのよなマイク・トラウトさんギフトありがとうございます ふけふけみえ <laughs> ふけみえより若見みえ <laughs> みたいな <laughs> あ,あペンギンペンギンの着ぐるみ着てたことに触れないのか見てないやろさすがにあ,あ楽しかったな何が年 <laughs> そうやったなら良かったですもうなんか上にしか見られへんくてさ喋らんかったらやと思うけど <laughs> だから もうなんか若い方がいいもうキョロキョロってしててほしいからついにしようかなでも首めっちゃ焼けるもんなどうしようどうしようか天 <laughs> さんさんもいい人ありがとうございます直手さんもいい人ありがとうございますんでペンギンがななんかもうな一気に来たでもう急に目見るようになったし 急に授業でまた名前呼び出すようになったし急にまた一言しゃべったしまあ今日のやつはもう防ぎようがなかったという感じだけど日焼け止めではな防ぎきらんえでも上着着てるからいいねんけど去年もな日々入ってたから結局出てへんねんけど黄昏さんギフトありとますなんかなあれなんよあのー、めっちゃもうやばかったで去年日々入ってたからなんかもう 全部の種目出られへんくてで学年種目だけついていって向こうで見るみたいな見学みたいな感じやってでなんかもう下長ズボン履いて上長袖着てで友達が「いらん熱い」って言って脱いだやつを上からかぶって首と顔防御してでなんか前からも守れるように後ろにこうかけたのと前にこうかけたのでこう持って全部隠れるみたいな。 ででそれでも完全防備一切焼けななかったすごくないクロスゲームさんギフトありがとうございますでその時お母さんは暑すぎるって言ってもう熱中症になるレベルやわって言って帰ってったからほんまに暑かったのに全部1234枚くらい全部もうこうやって顔も隠れてあの若干目が見える幅だけ開いてんだけどっていうくらいにしててそうないやばいですよね もうめちゃめちゃ暑かったんですけどフル装備でもやけたくなかったからもう全部隠してましたすごいでな今思ったらでもそれはさすがに今年は競技出るからできひんねんあそう日焼けの話今鍋 <laughs> ちゃんさんに2人ありがとうございますで上着は羽織るのはできるとして首元はこうやって隠すタオルは 持っていけるんやったら持ってって大きいので顔周り隠せたらいいかなって思うのと足は長いズボン履きたいななあ,あもう黄昏さんギに2人と出ます裸足で走るタイプえぐいそんなタイプあんな <laughs> おもろこんばんはあー面白い。日焼け止め何使ってるええー、なんか水色のやつなんなんやろな名前分かれへん調べるわ 写真だすわ。なんていうやつやろな。水色の。水色のやつなんですよ。日焼け止め。なんかアクアみたいな生のやつ。の <laughs> そう、学校帰りスタイルですけど、髪型は。 競技の話、体育祭、たい、うん、競技、日焼けの話です。<laughs> 話がコロコロ変わるので、黒島はな頭の回転早いって考えよう。そう私はもう頭の回,回転がもうものすごく速いので、いろいろ話が変わっていくんですよ。だからちょっとね、そうついていくのが難しい配信となっております。上田和樹さんに2人ありがとうございます。今日めっちゃ走った。もう急いで帰るなと思って急いで走って。 そっから何も走りました <laughs> 間に合いました全部ぴったり <laughs>、えっと、日焼け止め日焼け止めわあどれやろうな出てくるかなあこれやけどミストじゃないうん何あでもこれこれあこれ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  ビオレか、ビオレ、ビオレです。ビオレの日焼け止め、なんか一個の単体の写真が出てこい。ビオレの。これです。これ、これ、ちょっと待ってな。これ、こ,こ,これ、これ、これ、これ。これ。よいしょ。商品紹介みたいな、ちょっと、ウィングさんギフタリエとうございます。これ使ってます。 けどこれのなんか蓋がちょっと黄色っぽくなってるやつとミストタイプも持ってるなんかいっぱいベッドベッドになるまで塗ってる <laughs> 美容もユーチューバーにでもなるのか <laughs> おもろい日焼けでも高いんでしょやってそんなことないんですよ奥さん。それ使いやすくていいめっちゃみんな使ってるひろかずさんギフトやつでもんでそっちでもないのひろしさん <laughs> だ、デラシネさんもギフトありがとうございます。ふんふん。弱酸性ビオレ使ってます。おお、良さそうやな。テレビジャーピング始まる。ペンギン先生は日焼け止め塗る派。塗る、塗る系ペンギン。塗らない系ペンギンやと思う。塗ってたらおもろない。だって。<laughs> 奥さんは草。 高秀さんにありがとうございます今それを頼むと今こちらの商品を頼むとですね黒島の食べたコーヒーゼリーのカップがついてきます先着1名様ですぜひお買い求めください <laughs> <laughs> 最近はあ日傘なしもいいよなえ私はめっちゃ日焼け対策するタイプやからいいねでもペンギンはやってなさそう <laughs> やったーなんや <laughs> ただのゴみ <laughs> ただのゴみ <laughs> 先生もマラソンくまさんなマラソンは好きじゃないんやってなんか得意じゃないって言うてだ。うーんって <laughs> メルカリで高値でねて俺らちゃう <laughs> おもろい <laughs> 女子中学生 食べ終わったコーヒーカップコーヒーカップちゃうコーヒーゼリーのカップ <laughs> おもろ売れんのかなこれ500円くらいと売れるかな500円割りとか10円 <laughs> 急に安なったペンギンペンギンもならんと思うねんなペンギンなあもう面白かったですねコーヒー味好きうん めっちゃ好き美味しい <laughs> コーヒーの豆めめようおもろいいやん引くとこからもうすごいっすね加工から一致からやるんですね1万以上で売れると思うすげえ儲かる儲かるやった <laughs> やった売れるんや儲かるなもう私が食べたやつ全部売ろうかな <laughs> 劇場で販売 <laughs> 食べ終わったやつちょうどゴミの捨てる量も減るから私は <laughs> いいやんうわー年間300人じゃカフェ行ってるカフェ喫茶店行ってるいいなくまさんはあ短距離早いんかな走るのあんま好きじゃないって感じするでも速そう短距離あー日焼け目からするって言うけどサングラスな似合わんと思うねん多分 <laughs> 多分似合わ と思うねんなだったら人間割りそうやから買わないけど <laughs> おもろいこれ買うんはだいぶな気するな全然あげるけど <laughs> あげるねんけどあ,あ英語教えてもらわなくて大丈夫大丈夫です英語はちょっといいですあの数学とかここは別に教えてもらってもいいか数学とか社会と理科ならいいんですけど英語はちょっといいです サングラスつけてたら笑うおもろいでな絶対今日の僕はウソさんギフトありがとうございますおもろいで絶対サングラスああ <laughs> 面白いねーあーそうくまさんくまさんねテニスがえぐいくらい上手いんですよやばいでめっちゃうまいで怖いもんもうなんかもうビューンみたいなビューンの音じゃないのなんかもうやばい音してる もうなんか表現できんくらいやばいことしてんねん。待ちかねく来たるさんギフトありがとうございます。ほんまにすごいで。テニスもすごいからあれもあのバドミントンもすごいね。やばいで。怖いもう,も,うもはや怖いもん。カップから咲くちゃなりえね a よ <laughs> 採取してクローン作る人が出てきそう。やばいやん。細胞 取り分けるってこと私のこのはい若干入ってるくらいのやつを取ってもう鼻とヒゲがついたサングラスにすればふざけてるやろもうそれはくまさん人だとに降りてきて大丈夫なのあっ撃たれる撃たれるくまさんうんスーパーマンさん,んスーパー男さんギフトありがとうございますくまさ, <laughs> さんくまさんやばいで。 怖いでもうなんめっちゃ強い駒さん <laughs> そうやばいで怖い今日な駒さんのとこ行って喋っててんよあの友達と一緒になんならあの三角定規とか持ってたんですよ駒さんがでそれをね駒さんの後輩の先生もうめっちゃ一番下の入りたての先生と4人でその 私らと含めて喋ってたらなんかあの熊さんが手滑らして落としちゃったんですよその三角定規を。で机から下ってこう斜めに落ちて私の足に当たっちゃったんですよ。で黒島全然痛覚鈍いんで全く痛くなかったんですけど <laughs> あなんか「落ちちゃった」っていう方に意識がいって全然痛くなかって私は落ちたのをひ心配したんですよ。でも友達が私の両手持ってるから 動かれへんあ拾われへんなあ,あってなって <laughs> でめっちゃめっちゃなんか心配してくれててクマさんはでその先生はなんかその先生がひどいって話をしててんよ冗談でな,なんかそんな思ってないんだけどほんまはしそんなことないねんけどなんか理科の先生やってるその人がめっちゃひどいねんほんまになんかもう私らいじめられてるんです先生聞いてくださいみたいな感じやってでその話をしててそのクマさんもめっちゃなんか。 そうやなそうなんかかわいそうにって感じで乗ってくれて,てんよだからその落ちて私の足にあたったのを言いいことに「大丈夫大丈夫」ってめっちゃ言ってきてもうニヤニヤしながらもう顔が「大丈夫大丈夫」って言ってきて <laughs> そうめっちゃおもろかったで熊さんはちゃんと心配してるから <laughs> めっちゃおもろかった「大丈夫?」ってちゃんと聞いてたおもろー いて全く痛くなかった当たったことに半分気づいてなかったなんかもうな気づく前に落ちた方に「あ拾いたいけど両手塞がってるどうしよう」と思ってそっちがああってなしてんけどんでみんなが心配してこっち見てるのを見てああ私の足に当たったんかと思ってそこで気づきました <laughs> 理科の先生の扱いひどいからな <laughs> 当たったことに気づかんかったから。 あー私に当たったから心配してんのかと思って <laughs> 鈍すぎてもう分からへんかった <laughs> めちゃめちゃこっち見るやんと思ったら当たってたからやった <laughs> おもろい理科の先生はそれをいいことに「大丈夫大丈夫!」って言ってめっちゃいい人アピールしてた <laughs> めっちゃおもろいはい。<laughs> そう あれたは痛かったけどあでもなんか別にこんくらいやったら捻挫とかがなんかなと思って私捻挫もしたことなかったからなんか痛いの基準が分からんねんなんかこれくらいやったら捻挫とかこれくらいやったら骨折とかがさもちろん骨折とかしたことないから知らんわけで落ちて「痛っ!」と思ってめっちゃ痛かった「痛いわ」と思ったけど、まあ、別に歩けるしまあ立てるんやから日々履いてないやろと思ってもう折れてないやろと思って。 くらいかなーと思って足グリングリしながら歩いてて <laughs> あの踊ってる間も「あここっち向けたら痛いなあこっち向けたら痛いなああピキみたいな <laughs> そうピキってなってそうこうやってるやん足これ地面なこう,こうやったら痛いとかでこあこっちやったらそんな痛くないんかってグリグリやっててピキってなって「あピキって言った「あなんか痛くなくなってきた」みたいな <laughs>。 なんかハマったんかななななピキッてなっってて痛くなくなってんあどうしようなんか病院よやなんか呼んでお母さんとかお迎え呼んでしまったけどなんか痛くなくなってきたどうしよう何もなかったらどうしようみたいな感じになっててちゃんと何かありました <laughs> 日々いてました <laughs> なんかピキッて言ってんよ一回 <laughs> そう悪化したんかなそれで。 きって言ってて言んでも言ってからなんか若干あ痛くなくなったどうしよう呼んでもたと思って全然日々入ってました <laughs> 気づいてなかったいや一曲踊っちゃったからさ痛かったんかな多分 <laughs> ちょっともうちょっと痛覚働いてほしいな脳 <laughs> まで伝達されてない私の反射神経が遅い運動神経が遅いだってあるやんな皮膚やから 骨やから感覚器官足から行って感覚足の神経通って脊椎通って脳まで届いて脊椎通って脊髄脊髄通ってで感覚ちゃう運動器官通って足に戻ってくるんやんなそれが遅いってこと遅いのか鈍いのかえどっかで異常あったもしかして <laughs>。 やばいやんそういう時「あ絶対動かさない方がいいんか」いやなんかいけるかな <laughs> と思って「あの、どこへ行ったら痛いんやろ」ってなんかい痛いのがなんかちょっとなんかさ痛気持ちいい感じやってさ <laughs> だからそうあ脊髄反射っていうのもあるよあるよねなんかさシュピーンってやつやろ <laughs> なんか条件反射でパコッてなんかさ膝叩いたらさピクッてするのとかさ あの今の大気が出てきてるみたいな感じでさ、なんか脳まで行くまでに脊髄まで行って戻ってくるやつやろ。今日やった。<laughs> なあやばいよな感覚にうんぶ過ぎて。<笑><笑>なんかな痛気持ちいい感じやったんよ。ピキって行くまでなんかああもうちょっとで行くもうちょっとでなんかなんかパキって行きそうやんなと思ってなんか腰鳴らしたやつきとかないなんかこんな感じでさ。 聞こえるかなこれなんかみたいなこんな感じのとかなんかこういうのとかあるやんやりたくなる時があるやんなんかあともうちょっとでなりそうなのになれへんみたいなそんな感じやったからあともうちょっとあともうちょっとううっと思ってたらバキって言ってもった <laughs> <laughs> やろうちょっとわかるやろあの感じやってんあの感じやったからちょっとピキってねいっちゃったんですよアホやなおもろいわ 日々なんで骨挫傷それでいけたんやろは <laughs> あおもろい首はな極力やらんようにはしてんねんけどやっちゃうよねなんかな大事な神経詰まってるからあんまりやろうとは思ってないで <laughs> ああおもろい結構しっかりいったからなバキンって <laughs> あなんかやばい音したと思って結構な距離あるのに全然聞こえたからあやばいあやばいと思ってでも戻ってもた 指はなぁ太くなるねんけど指はそんなにならんここはやらんようにしてるここは太いのが嫌やからここは別にもう何でもええよふふふな動かさん方がよかったなぁ数年後毎日整骨院帰ってそう整骨院は行ったことあるあでももう痛くなくなってん左膝が痛かったんですよそのヒビが入ったせいかヒビが入ってたからなんか曲がらんくて足がでこうこれ足な左足 こここう曲がががるの硬くなっっててたみたみいでここが伸びひんかってだからめっちゃストレッチしたんですよ。ほんなら膝が痛くなくなって。ほんなら右のふくらはぎが痛くなったんですよ。なんでやろうと思ってたんだけどなんかそれはんでかわからんねんけどなんか全然右の方が柔らかいから硬いとかいうわけじゃなかったけど多分膝をかばってたんやろなふくらはぎが痛くなってだからめっちゃ右をマッサージしてめっちゃストレッチしたんですよ。多分 右のふくらはぎは変わったことによっての使いすぎやと思うねんだけど、まあ、ライブのリハ期間とかが終わって両方痛くなくなりましたもう今痛みはないです何もすごくない高秀さんギフトありがとうございますそう首はな色々神経詰まってるから絶対やらん方がいいけどやってまうよねなああの整体でさやってもらう時のさあの ふくらはぎゴリゴリリするのめっちゃ好きなめっちゃ痛いねんけどめっちゃ痛いねんけど痛ってなんねんけどめっちゃなんかな,なんか癖になる感じするねんだよなわ <laughs> かる高いで3ギフトありがとうございます筋肉痛もなんか伸ばしたくなるギューってしたくなる <laughs> もう今私は全身痛くないからわーい膝もふくらはぎも痛くない元気元気 もうあともうちょっとで風も治りそうな感じやね <laughs> やばいやんヘルニアの予備軍みたいなのおるやばいやん首なら絶対ならそうほうがいいや <laughs> 絶対やめたほうがいいわいわい元気元気鼻声そうめっちゃ言われたちょっとなってきた <laughs> あの担任の先生にさ「今日の早退聞いてますか?」って言ったら「聞いてない」って言われて「 めっちゃ鼻声やなーってめっちゃ鼻声やなあっていうレベルの感じのさトーンでさ返してきたからあそんなにと思って「うん」って言った「<laughs> 鼻声らしいですでも私も思ったよじゃ鼻声やなあとは思うけど「そんなーか」と思って「うん」って言って鼻声ですでも もうね喉はねなんか若干こんな感じなんですけどで席が1回出たら割と連続で出るんですけど急に止まるんですよ電車で出た時焦ったなんかさ人割と多かったからさ電車これさなんかあ,ーどあー席あーこれ絶対隣の立ってる人嫌やろうなと思ってだからなんか「うんうん」みたいな <laughs> 若干ごまかしてですぐ止まったからよかった で鼻だけやねんあとは鼻だけ出えへんくなったらもう完璧喉はもういけるやろ <laughs> いけるやろとか言って「もういけるやろ」って言っていつもあかんねんなマゲさんギフトありがとうございますこんばんはああ面白いねーやっともうクマさんもペンギンさんもおしゃべるようになるあそう熱はないんです熱はね微熱しか出やんかった 7度台しか出えへんかったからもう熱は今回の風はほぼなしです普段からマスクしてるのうんマスクするメイクしてない時あんまり素顔見したくないね <laughs> 全然今さらけ出してるけど <laughs> なんかショールームはいいねんけどさ現実であったらちょっとマスク外したくないねんな朝のギフトありがとうございます、はあ、やっと喋るようになったよもう またせやがってよこんにちは放牧してました <laughs> おもろ放牧してましためっちゃおもろいやどうして喉対策でいつもアメちゃん持ってるアメちゃんおもろいこれ棒あのなんかな下がソファーで上がベッドになってるんですけどそのベッドの柱の骨組みみたいなとこです うん。りこ <laughs> さんに二人ありがとうございます。これ自体にそんな意味はないです。が、なんか立てかけるよとかなんかな。引っ掛けるんかな。わからんけど、なんかついてる。補強みたいな感じだと思うけど、多分。くまがいない。バレた。ちょっとお引っ越ししたんです、くまさん。ちょっとね、住所は教えられないんですけれども。お引っ越し致しまして。 かわいそうに。<laughs> かわいい、うちの家にはくまさんがいっぱい。かわいいな。<laughs> 勉強しようかな。鳥安さんギフトありがとうございます。通勤急行。かえきさん。ギフトありがとうございます。そくま先生。くまさん先生じゃないわ。くまと別居です。くまとさん。 私は鼻声になったらアンジュさんのこの前こうめ,ちゃちゃめちゃめちゃ私は鼻声になったらアンジュさんの声真似で,できますすごいやんえっ声よすぎやろやわいいな鼻声になったらって言われなよな <laughs> アンジュさんの声いいな <laughs> 思い出したの <laughs> あれですあの円形円形じゃないわあの 楕円じゃなくてあの円グラフじゃなくてあれですあれ書く時用のあれ書くのあれがいるんですあれがいるんですあれあれがいるのあれどうねないないかないよねそうだよねないよねないよね そうあれです思い出した分の木分のき私なかったっけあると思うねんけどなどこやったんやろ分の木分の木分の木分のきよいしょよいしょえ分の木私どこ入れた逆にどこに直すことがある私の文房具はどこへ行ったのか <laughs> 全然名前出てこない コンパスはね、持ってるんですよ、常に。<laughs> どこやったっけ。分度器。分度器。分度器。え、どっか入れることある。うーん。 一番上の引き出しにあるよやっぱりそうなコンパスなんか普段使ういや使わんけどなんかちっちゃいから入れとこうと思って分度器は割とさ幅とるやんけど分度器は細いんで私の分度器これなんですよ細いからペンと一緒ぐらいやからペン一本減らして入れとこうって感じの感覚で入れてますどこやったっけ いつでもさせるよ。そんな感じ。えー、私の分土木どこ？分土木、デバイやで。あんたのデバイ今くらいしかないで。分土木、分土木ちゃん、分土木ちゃん、今やで、今しかないであんた。今今出てえへんかったらもうこの人数使われへんで。おい分土木、分土木、分土木。 なきちゃんい,ないのいんここにはいらっしゃらないのねなるほどうどこへ隠れたのかしらおーいおーい眞、ま、きちゃんどこに隠れたのどこに隠れたのはよ出てこへんかったらもう使ってもらわれへんで役目も通されへんまま捨てられていくわよねえんか ちゃんと渡された職業くらいちゃんとやりきるな、ね、これからそれしか分度器としてしか生きていくことができんねんから燃やす目終わったら燃やされてあれで次のねえものに生まれ変わるだけないからせめてもうちょっと働いとこうよなんかひそくひそことしよう何かちょっとでもいいからさやっとこうよ最後に何か残そう今後の未来に 何か残そうよ隠れてやんとさ何を隠れることがあるんよでも隠れることないやろはい、お出てきいやそんなん隠れてやんともうどこ行ってんよほんまに役目も果たさんとよ <laughs> はかないなはかないわリサイクル意識高くていくさあおかんみたいな <laughs> おもろい もう今しかないで分度器説教長いおもろ悪魔さんが分度器持ってったうわなるほどね喋るだけでも落とせるやってうわ初めて言われた嬉しいやった一人やったらなお話も落とせれんねんけどな一人じゃなかったらあかんねん誰かおったらちょっと分かんねんけど分度器なんかほか使う時あるなんかある力に どっかで出した？おい分野木。んなんかぶって言った？言ってないか。隠したのあなたです。あ、私が私が隠しちゃった。あれどこですか？分野木さーん、分野木さーんわ、ああんじさんの可愛いのが見えちゃった。可愛いアンジさんが見えちゃった。一回出すしかないよねこういうのは。ふらほらほら。 あ、かわいい。見て。<laughs> 電話したら一生喋ってそう。おもろい。そんな喋らないタイプですよ。見て、かわいい。かわいい。見て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 。見て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 。かわいくない。かわいくないですか。イベントは18日までだと思います。まだサインがない。絶対言われると思った。 まつげ長すぎやろ、はあはあ、かわいいお綺麗ですねやってほら分かってますね野原忍之助さんギフトありがとうございますさだしあんさんもギフトありがとうございますえー、なおきさんもギフトありがとうございますサインもらわないのもらいたい <laughs> いつかいつか何かあればって感じかわいいでしょう。

もうやばいとめっちゃ可愛いしか言ってないどうしようでもほんまに可愛いねどうしようめっちゃ可愛いでなもうほんまに可愛いでなアンジュさんのグッズはこれしかないんですよもうほんまに可愛いよなほんまにほんまに可愛いでほんまに可愛いってほんまに可愛いほんまに可愛いヒロさんギフトありがとうございます昨日の髪型も可愛いかったですよね <laughs> あのまとめてるのも可愛いですよねヒロさんギフトありがとうございますてさっき言ったな 木、ね、さんはどこへ行ったもうでもつかましいかいらんどこへ隠れたんだあの子はどこへ隠れたのかしら本当にああかわいいフ <laughs> かわいいわもう愛珠さん可愛いい愛さんかわいい アンジュさんかわいい。まあアンジュさんが可愛くないわけがないもんな。アンジュさんが可愛くないわけがないんですよ。わあ、お人形いっぱい出てきた。かわいい。懐かしい。これどこ行った時のやつやったっけ？可愛くない？課題、うん、うん。なんか数学で使うらしいんだけど。 あかわいい,かわいいね君えいやー見て仙台わんこのチョコちゃんとこがいたんですけどその子の形見を受け継いでる子でしたいやー懐かしい <coughs> <coughs> アンジュさんと分解どっちが必要え余裕でアンジュさんえいらん分解え見て見て見て これなあ私がねお父さんの会社で作ったんですよこのチョコって名前のおやつをで首輪につけてたんですよそれをねこの子に写したんですよ懐かしい懐かしいのいっぱいあんねんけどどうしようにゃんかわいい全部かわいいどうしよう 押してやれへんよなこういうのかわいいでもないよなもう他置くとこないもんなないよしない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 いなよしよしもういいやこれで <laughs> もうこれで大丈夫ですあふふふ 脇の毒ですはあないよなだってないもんな熊田さんが持ってったか引っ越しの時に持ってったよなそういうそうやね多分匂いのやつどこやったっけどっかいた 新しく置いとこうかな <laughs> か。床にくっついてそうやって。床に落ちることある?。劇場に忘れた。ほうほう捨てたんかないらんって言うて。捨てることある?。あるか、前は。捨てた捨てた。はい <laughs>。 課題するかー正見です頑張ってくださいってありがとうございます測るんかな測ると思うなんか書くわけではなかった気がするなんかあの別にいらんかったなと思ってなのでいいですここゴリゴリ言うた骨が <laughs> 三角定規と一緒にいてる三角定規はね筆箱にいるんですよ <laughs> なんで分文竹だけおらんのって感じだけど 黒島さくらってでも書いてるんですよ名前はどこへ行ったんでしょうね筆箱に入ってるとかないよなめっちゃおもろいでなそれほら三角定規2枚だけですねないですよどこ行ったやろな まあいいや前の配信そうえっぶんき出してたよなぶんどき出してないでぶんどき探そうって言って見つからんかったん <laughs> 家でしたかそうかいろいろあったんやなぁ残りも <laughs> こんにちはめっちゃコーヒーゼリーの空のやつからいい匂いする 教科書も挟んでないと思うんだ小学校の時にもう終わったんかないやーってなって捨てたんかなよし捨てたよ捨てた捨てました捨てました,捨てました終わり終わりよし黒島がちゃんと勉強してる漢字練習帳 小学校の時の漢字練習帳を横勝を押すなって天じに怒られた <laughs> 面白いそれはね余ってるノートがあったら使うでしょうわーめっちゃ漢字練習してるちゃんと漢字練習帳やちゃんと漢字練習してるおもろいしかもこれ中学入ってからやでおもろ いてるページえそうもったいないよなですよねやっぱり黒サめやって黒島だけじゃなかったあのテストで間違えた漢字をなんかひたすらに書き続けてるんですよほら同じ漢字をめちゃめちゃ書いてるだからね高秀さんギフトありがとうございますだからね一1 2 3 4まだ漢字で練習してる 5, 5ページ目擬態 <laughs> 語とかここら辺は授業のやつやなまた鼻声出てきたな <laughs> 急に来るな <laughs> 急に来るなタッキーさんギフトありがとうございます絶対に覚えないとっていうそ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 の気持ちを込めてねめちゃめちゃ書いたんですめちゃめちゃもうそれはもうめちゃめちゃ 来ましたよ <laughs> スマホ持っていったらあかんねんな、まあ、中学生ですよねですよねやって中学生ですしねかわいい髪型ワナビアンジュって感じを何回も書いてない過こうかな書いてみようかなウェイ 風邪気味なんですでももうほぼ治りかけでもうでももうほぼほんまにほぼ治りかけなんですよだからもういけるんですけど <laughs> こんにちはこんば、ま、んはこまはえっほんまにテストえ国語やばすぎてびっくりしたほんまになほんまに高かったよえなんかクラスの中でも割と高かったんよほんまにほんまにな 平均より全然高くてびっくりしたほんまに平均より高くてほんまにほんまにほんまに意外とほんまに高くてうえー、って感じえびっくりしたえだって一切言ってなかったで 今回一切行かなかったよ私国語があろうと数学があろうと行かなかったよ一切でもほんまにほんまにただちゃんさんに一緒ありがとうございますでもねめっちゃめっちゃ取れたんですよめっちゃ自慢げに言うけどめっちゃ取れたんですよだからなそうびっくりした自分で <laughs> 自分で一番びっくりした すごいでな、え、すごいでな、すごいよな、すごいと思うね、私も、すごいと思うね。あ、うんまりすごいと思うね。これだけもう一回やるから、プリント挟んだままにしておきます。そしてえ。え、え、え、自慢していいやん。いや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 、そんなね、点数になって自慢するもんじゃないですよ。<laughs> は勉強するやつなのでえでも高古時で有志とかわかるやろまあかでもやっとこれ一応めっちゃやったからねめっちゃやったからねもう1週間でもうめちゃめちゃまとめて詰め込んでやったからね国語と数学だけ <laughs> だからそれ以外はちょっとひどかった <laughs> でも社会が思ってたより高かったのがびっくりしたあそんな取れたんやと思って。 理科が思ってたよりやばかったですね。なんかやばかったです。理科が理科がすごかった。やばかった。はあ、面白いわ。十五はやばすぎる。十五はさすがに低すぎる。それはさすがにないけど。えリサヒよりは高いでさすがにさすがにな。さすがにとか言って二人の方が受験生やから高いべきだけど。 あー確かにリサヒに勝てるなら OK いけたいけたいけ理科は低かったいや「5区」とか覚えるタイプやからさ「ノブロさんギフトありがとうございますもうほぼ初見のやつがいっぱい <laughs> ほぼ初見のやつがもういっぱいやったからほらねそうわからなかった国語漢字は点数そんな私なそんななんですよ なんか文章問題とかをめっちゃな解いてめっちゃもうめっちゃそれはもうめっちゃって頑張ったんですよそしたらえっんかねテスト終わったあたりからペンギンがやっとやっとしゃべるようになって平均点低い理科は国語国語は58とかやったと思う平均理科はどれ なんか、うん、分からへん。四十から五十くらいちゃん。えでも四十あったかな。四十くらいじゃん。ああ、消しタルト崩壊したらせっかく覚えても出てこなめっちゃわかるそれ。わあこれわ、昨日覚えてたのにみたいなやつあるような。なんかいつも分かんなになんでこれ分からへんのみたいな。わかるよ。やんな。理科で初見はやばいしかない。ほんまにやばかったね。もうほぼこれ知らんねんけどみたいな。 こおん前ん聞いてないからね聞いてないからしゃーないしゃーないと思ってたらやばかったですでも気温が下がってきて楽になったなおもろい8期 <laughs> <laughs> はさくちゃんといケホンのだけ賢いや結構8期頭いい人多いでそまあさくとかもやろうしまあね大学くらいやん ほんで、真子子ちとかもやと思う。なんかできるイメージある。分からへん。とかかな。<laughs> <laughs> 得意分野は伸ばしましょう。不得意。あ,あ、復習が <laughs>、復習が <laughs>、復,<習が笑>復,<習が笑>復習が大事だと思います。ありがとうございます。私も頑張ります。復習。そして得意分野を伸ばそうと思います。え、国語もっと高い、もっと高い。国語もっと高いよ。 分からんかったらとりあえずあ似た感じ <laughs> あわかるわめっちゃわかる文章中にな何か探すよなわかるまっすぐ頭良さそうじゃないなんかめっちゃいろんな見たことない文字いっぱい書いてたから賢そうなイメージ真口学力テストで怪しかったあれそうなんここが98はやばすぎるそれはさすがに高すぎるさすがにないもうクラス最高点超えてもうてるそれは。 やばいやばいえ割と八期賢い多いで黒島が別に賢いって言いたわけじゃないけど <laughs> そういうことじゃないけど賢いみんなで学校をちゃんと行ってた人らが多いだな <coughs> めっちゃちゃんと授業を受けてたタイプが多いうわっ黒島頭良さそうに見えへんけど頭いい

勉強あーできるのとにったか違うしな確かに違う違う全然違うよ全然違うわ数学やるかでもな今勉強する気分じゃないのよなでも国語も課題のとこ終わってんねんでもこれ照明とかやねんな照明まだ習ってないから習った時にやるのがちょうどいいのよなそうやな照明やもんな次くらいか よしええ美術なんか書籍にすたらなくて単位落としてた <laughs> おもろいビスホップパワーンさんギフトありがとうございます数学は読まれんかった <laughs> かかった 英語は低いよ低いけど、まあ、まあ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 って感じ許容範囲あっ美術とかもかしさん確かにえ美術は先生と行動を共にしてたら58点くれたもうほとんど何もしてへんけどやばいやんもう完全にひいきやん あほとんどもうあかんわ漢字読まれへんわほとんどあかんほとんどほとんど坂田も棒を勉強して希望えー、すごいな坂田もな先生がめっちゃ甘いねあ甘い先生おるかないやテストに関しては割とみんなちゃんとつけてるイメージやわ全部の強化 頑張,れ頑張れってやってくれるけどこうこうこうなんでこうしときましたとか仲いいのでこうしときましたとかはないさすがにさすがにないですそういうのは一切ない <laughs> おでんん屋さんに2人でございますでもねテスト1週間前にねあのペンギンとかがやっとやっとね進展がありましてやる気を出しまして。 僕がちゃんとやってで数学もくまさんがねいろいろ喋ってくれたからやる気出しましてその2教科だけ頑張りましたで頑張ってない社会がなぜか点数取れるっていうねえ <laughs> 坂田さんもヤンキーっぽそうなんでやねんえっほんまに優しいで優しいギャルって感じするなんか私の思ってるギャルではない めっちゃ優しいタイプのギャルめっちゃ優しいでえ、なんか最初は怖いと思ってた <laughs> なんかめっちゃ高校生って感じがしてなんかめっちゃめっちゃ高校生って感じだったなんかキラキラギャルみたいな感じやったからあーなんかあーなんかわー高校生やなーと思ってたけどめっちゃ優しかっためっちゃ優しいです蓋を開ければって感じだった。 鎌借さんギフトありがとうございますグレッグさんもギフトありがとうございますめっちゃ優しいで理科の先生は誰なの理科の先生は新しい1年目の先生なんで動物がないんですよ <laughs> 動物がないんです高秀さんギフトありがとうございますそうギャルっぽいんやけどめちゃめちゃ優しい私の思うギャルはギャルっていうかなんか うーん反抗期っていう感じなんですけどなんか若干生きった感じの子なんかうちの学校はそんな子しかおらんねんギャルみたいな子は <laughs> 髪向け染めてるみたいなめっちゃメイクしてくるみたいな爪めっちゃ伸ばしてますみたいなイエーイみたいな感じの <laughs> 子らはなんかあんまりイメージないから私は特にイメージないから分からないけど。 なんか坂田は全然違うめっちゃ優しいあでも天乃ちゃんもいい子そうやないいコーラあるなめっちゃいい子そうあんま喋ってないけど <laughs> 最初はリサヒエとキノちゃん年下だと思ってたユキノちゃんは上やと思ってた <laughs> リサヒーは見てなかった見たことがなかった知らんかった二人とも二 <laughs> 人とも認識してなかった天乃ちゃん池田池田天乃ちゃん うん坂田ん優しいで坂田んほんまに優しいで坂田んほんまに優しいでほんまにほんまに何ギャルって感じするけどめちゃめちゃ優しいでめっちゃ真面目やしめっちゃいい声で押してなみんな <laughs> ほんまに8期いい子しかおらんからほんまに8期いい子しかおらんからふふふほんまにほんまに8期いい子しかおらんから押してなみんなハチキ押しやで絶対に <laughs> 8期しか勝たんやからねハは,っはっえでもさ天菜ちゃんのさあれすごかったであのー、<laughs> あれ何やったっけあのー、あのさこの前のライブのさ曲名が出てこいへん歌は出てきてんのにわー出てこいへんわー出てこいへんあ,あんまり優しいって言うと言わされてみたい違うねんほんまに思ってんねん ほんまに思ってんね、もう伝えたい、ほんまに思って、あ、拳の正義や、拳の正義めっちゃ似合ってた。すごいあれ。まさかたんの握手会行ってきますよって、うわ、うわ。うわそっち行っちゃうんや、私が宣伝しといて。<laughs> 私が宣伝しといて、なんやけど。<laughs> いや、やっぱり八キっすよ、八期しか勝たんでしょう。押すなら八期ですよ。 ひかりちゃんと何の話しするのうーんうん最近どうって感じ <laughs> いや特に何もない何の話、うん、ギャルメイク似合う気がするやってえー、じゃあやろうかないつか <laughs> お話会か何かでやろうかなギャルメイク最近どうは距離で感じる えー、でもその日によって話すこと違うからななるなうんどの先輩が話しやすいみたいな話とかぼちぼち出んなっていういや、私が言う方やねんそれ私が「最近どう?」って聞いて返されてって感じ と1時間っすねいやー面白かったですね。ハロウィン内臓入ってるんかなってくらい欲しかった。やんなあ桜田さん。マッチ棒ですからねあの子は。マッチ売りの少女の方じゃなくてマッチの方ですから。ハロウィンなんかしないのえー、なんかしたいな。高生さんギフトありがとうございます。渚さんと話すことありますかなんかかリリハハの時にリハ映像とかで 残ってるるんんんででですすけどなんかフリーで動くところがあるんですよそこでめっちゃあの特に入りたての時はもう本当に何していいか分からなかったのでなんかウィブスつかんで「わー」みたいなとかなんか急に髪の毛持つみたいなとかめっちゃ渚さんが絡んでくれる時はあったのがすっごい優しいなと思ったなんか話しかけてくださるんんですよなんか私が何をしたらいいのか分かってないのを見て「黄昏さんギフトありがとうございます」。 鎌あかりさんもギフトありがとうございます来てくださるんですよ優しいで,し、ね、ですよねさすがっすそうだからあやぴは某人間ハルウィンのあ顔のペイントなんか肌荒れそうで嫌えねんな <laughs> 肌荒れそうやなえなぎ支え子楽しそうに見えるやっためっちゃ楽しいあれ あらめっちゃ楽しいで今日経営京さんリフトありがとうございます合ってる気がしないなぎさんみんなに優しいからいいよねなんか偏りがないよな優しい超みんなにまんべんなくやから本珠さんって一番最初にかわした会話って何「うん、写真撮っていいですか?」ってしょぼり出した話 <laughs> リサちゃんこれ携帯やとしてな写真構えてるとしてなりさちゃんに「どうしようアンジュさんと写真撮りたいねんけどさあの自撮りしてる時にアンジュさんが <laughs> 自撮りしてたんアンジュさんがあのこの世界が雪の中で埋もれてく前に」っていう曲があるんですけどその曲の時に着てた衣装で「めっちゃ可愛いと思ってその出番の後だったんですよでちょっと秋やったねん多分どうしよう写真撮ってほしいけどアンジュさん 出番近かったりしへんかな私を今行っていいんかな私をあ,ーどうしようあーと思ってたでリサちゃんが助けてくれて「今や行け行け」って言って言ってんでやっとやっと絞り出したら「アンジさんあの写真いいですか?」って言ってもう超モジモジもう超モジモジ言ってそうリサちゃんが助けてくれたんです優しいよなもうほんまにほんまにリサちゃん神様やと思うわ。 いいって言って初めて撮ってもらって「にゃー」ってめっちゃもうかわいかった超かわいい横丸さんに2人ありがとうございますめっちゃかわいいで超かわいかったもう透明感やばかったもう半分透けてたやばかったわかわいいと思ってほんまにほんまにリサちゃんもうさすがやで天使よなもうなんかやばいでほんまにほんまに展開の人やったわ梨紗ちゃんは。 <laughs> 神様ですねもう崇めるべきですよほんまほんま神様ですよマッサーさんに2人でございますえやろあの一緒やったら半分透明やろほんまにほんまに半分透明やってさかわいいと思ってほんまなぁやいでなえもう可愛いすぎてやばかったですもうやばかったですよやばかったですよ、はあかわいいか ほんまにかわいい。ほんまにかわいいで。ほんまにかわいい。ほんまにかわいい。ほんまにかわいい。マッサンさんギフトありがとうございます。可愛かわいいよね。ほんとに。ほんとにかわいいよね。今もうアイコンにしてる。アイコンちゃう六画面。六画面はあれや B2 や。3ボート1。ホーム画面がね。<laughs> あれなんですよ。 見てほらこの透明感のアンチャン顔を見てほら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 あ変なとこしちゃったもう,もう見てほしい見てほしい早く早く見てほしい見て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 ほら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 ,ほら透明感やばない透明感やばない透明感やばないめっちゃ可愛いねんけどどうしようはぁーかわいい よくない透明すぎて見えへんかったやろほんまに私もそう思うあははは褒めるのはいいやったー下手下手やと思うけど <laughs> ほんまに <laughs> えお押しとさ撮ったツーショットさホーム画面ってえぐないすごいでなファンジュさんの隣の子も可愛いですねやってはあはあ。はっ、あ、はっ、あ、さすが褒め上手ですね <laughs> もう可愛すぎてさー。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 見えなくてさー。もうめっちゃ可愛いでな <laughs> <laughs> あ、見えてなかったとか。言えないああああうん透明すぎてね。綺麗すぎて見えなかったってことですね。ああえー、今アンチョさんのアンケート。 合ってるだと、もうそんなん言うなっててよ、今日劇場行ったのに。もう。あれ配信ループしてる。嘘、今。嘘だろう。もう <laughs>。<laughs> あ,あ。もう、だって可愛いんやもうもう可愛いんやもうもう可愛いんやもん。う可愛いよ、可愛すぎるよ。 ああ、可愛いいよねー。可愛いいよねー。ははは、さきちゃんの先端の飾りをホーム画面にしてるやって可愛い,い <laughs> 私もまだ上に飾ってるんですよ。この上に。はっはっは。かわいい。かわいいよ。もうアンジュさんなんであんな可愛いいんやろ。 あーかわい連呼しすぎてもうループしてるように見えるおもろ同じ表情で連呼すると <laughs> おもろ錯覚してまうか昨日はまだ全然あー全員揃ってなかったんかなるほどねあじゃあまだ希望はあるなふふふはっはっはっはああアンジュさんかわいいなアンジュさんかわいいなかわいいなかわいいなーあー いやいや、はは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 、もう今日はね、ペンギンと喋ったし、熊さんとも喋ってたし、もう満足ですね。満足満足。まだ私ご飯食べてないのか。じゃあまだ一日は終わってないの。 あ、そう、花の写真も撮るんやそう自分が着た衣装でお気に入りペンギンペンギンがお気に入りです <laughs> ペンギンがお気に入りです <laughs> 同期に待ち受けの USJ の USJ の黒削あるかなユニバかなユニバちゃうわあるかなあの、夢の国かなの黒削見られた彼女って聞かれたおもろ まあ勝手に彼女ということに皆さんしといてもろってもう全部彼女という手にして使い回してくださいキ <laughs> 期の名前は全員フルネームで言えると思う多分多分これで言われへんかったらちょっとかわいそうすぎるから言わんけど <laughs> 申し訳なさすぎるさすがにああじゃジさんかわいいよね本当に本当にかわいい。 ねえよしよいしょ勉強をするかでもする気はないんだよね ミオチがアンジョさんと一緒に撮ってたね、思いましたよまあ私も撮ってもらったこといっぱいあるんでいいですよえっへっへミオチやしな、ミオチは全然いいよ俺の彼女が可愛いすぎるあんたーいっぱいいるでしょいっぱいいるでしょ <laughs> やる気スイッチをしましょうかポチッ今日アンジョさん百回以上言った気がするだって可愛いよもう、もうどうしよう え <laughs> で体育大会の髪型どうしようかなツインかハグツインかはあ桃花さんと昨日ちょっとだけ喋ゃったあの場所で来ますよって話みうちはいいよなんかみうちはいいよなんかみうちは行けそうやもん行けそうってない <laughs> 全然よさそういい全然みうちは二人とも可愛かった <laughs> 二人とも可愛かったよ二人とも可愛いよ <laughs> いやだってアンジュさんいっぱい撮ってもらってるしやしいっぱい撮ってもらってるしいいもん「撮れてないなぁと思っててんよ」とかいう話もしてるもん私はアンジュさんと「今回のライブ全然撮れてないなぁと思っててんよ」とか言ってたもんかわいいはあ私が勝利も言行ってなかったも行ってるかなって探してくれるくらいのねあれですから私は <laughs>。 あ一周回って学校でオールバックしかもノーメイクやろえぐないメイクありやからあれまだいけるけどなしはなかなかきついでな生放送のラジオ頑張ってますよね思いました <laughs> チヒちひさんとイチャイチャするとまこちにやかれるらしいですかわいいおもろでもあそこはめっちゃ仲いいからそんな夜間でも、ま、こちがね一番でしょちひさんも。 <laughs> マウント取られてる感じはッはまあ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 、まあ、アンジュさんとね私はいっぱい写真撮ってもらってるしねえ <laughs> そうほぼ皆勤賞ですからアンジュさんのショールームハはハなあ美内ちはねいい子ですよ本当に美内ちはっていうか美内ちもいい子なんです本当に本当に。本当に あーボイスレコーダーで勉強頑張りやっててもやばいやん <laughs> 録音してアラームにしようかな <laughs> 録音してアラームにしようかな一発で起きれる自信あるわでも止めたくないかもしれへんちょっと一発で起きて「はって言って携帯「はン」って取って止めんとずっとこれで歯磨きして <laughs> あーおもろい。 アンジュさんにおし援しそうにあっておいおいこの野郎いやさすがにねアンジュさんは可愛いですけれどもまあまあまあ黒島もな、ねえ黒島もさまあ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 同胆ってことでさ仲良くしようやん同 <laughs> 胆ってことで仲良くしようアンジュさんもちろん綺麗なんでね同胆としてねこれからも仲良くやっていきましょう もうあんじゅさんかわいいアンジュさんかわいいだけで1時間半くらいやってんのすごいなさハ <laughs> <laughs> ちゃんいつアンジュさんのルームス入るのもうじ期に入るかもしれんなはあ同胆拒否じゃないでいいです全然。 あちゃんにマウント取られそうペンギン忘れてる忘れてた今完全にすごい明日でも590日やでやばドラゴンさんギフトありがとうございます <laughs> ええー、じゃあもうあと11日配信したら200ってことすごいやんやばいつの間にかやなほんまにえもう年の3分の1くらいに 三分,分の1は三分の二くらいになるってことやばいやん早いなそんなやってたっけなあすごいでなこんばんはあ、かわいいなあかわいいなあかわいいなあ黄昏さんギフトありがとうございます あ28日土曜日で200回目うんんへえー、今日アンジュさんおめでる会になってる確かに暮らしママどないんだろうな確かにえー、今でもうわああってほしいわオリジナルアバターうわー作りたいーないかなでもなさそうじゃないもう握手会で連番しましょうか 行きたいです私も握手会握手はちょっとありやんかもちょっとなんか手袋20くらいにして可愛い,いんやろな絶対可愛いんやろなえいつも応援してますって言って <laughs> おもろあるめっちゃ嬉しいねんけど頑張ろう <laughs> いつも応援してますってやってめっちゃ笑うやろなめっちゃおもろくない <laughs> 応援してます頑張ってください はぁーってもう次の人行くからおもろふっ <laughs> そばそばな列に並んでちゃんとチケットを買ってあおもろいわ戦争して行ってみる行きたいわほんまにあおもろ行きたいわアンデュさんの列かわいい <laughs> って言って 応援しに行きたいです。大阪マラソン。えっへっへ、かわいいですね。中華料理他の子やってて見てるんだよなと思ってな。実際にできるのやばいよな。<laughs> やばいでな普通に <laughs>。すごすぎる。ああ生きるかなって思って、ちゃんとやるのがおもろい。 え、カレンさんのレースに並んでるの YouTube にえな何それてないやりたいな面白そうやな <laughs> 逆に私のレースンにアンジュさんが並んできたひヒャーってなるとえかわいいってなってやばいと思うわえめちゃめちゃ嬉しいやばいやばいやばいでやばいよもうやばいよ もうやばいでめっちゃやばいでもうそれはもうもう手,手触らへんかもしれんああってなってかわいすぎるかわいすぎるかわいすぎるでかわいすぎるかわいすぎるよさすがにかわいすぎるほんまに <laughs> もうそれしか言えへんあかわいいよね ファンジュさん変装して並んでてもえ声とかで分かりそうな固まって喋らなくなりそうそれはな私もそう思うねえ変装したメンバーに気付けるか聞くえめっちゃおもろそうやんいいなやりたいねんけどアンジュさんの他に握手会並んでみたいメンバーえあー若菜さんかなあの角野の方の若菜さんあと愛花さんととかかな オンラインならいけるやろ。おもろい。行くか <laughs>。いいなぁ。うわ、行きたいなぁ。おもろそうやな、めっちゃ。メンバー側が緊張するのおもろい。<laughs> 若菜さんの方さ、若菜さんの方。やりたい。ペンギンが並んで、あさくちゃんの列にアンジュさんの次にペンギンが並んでたら握手する。え、絶対しゃう。無理でーすって言うもの拒むわ、もう。無理でーすって言うれて。<laughs> 絶対につなぎません <laughs> って言ってビスビラかさおもろもう <laughs> めっちゃおもろいやんペンギンだけ知らんっていうペンギンも手出さへんやろな絶対なんか触りたくなさそう <laughs> もう絶対握手を求めてこないと思うわ <laughs> 握手会じゃあお話会ダメの動物園歌っ踊ってくれるのかないいよ踊るのは踊るけど歌わんから歌ってな 雨の動物に歌ってくれるんやったら私は踊るよ <laughs> 全然踊るけど歌わんでペンギンいつも TikTok 見てますあ,ありがとうございます <laughs> またぜひコメントしてください握手会でテスト返却今回はここの点数が低かったのでここら辺はちょっと重点的はい <laughs> うわっ アンジュさんの握手会手触るんじゃないペンギンそんな触るじゃないぞアンジュさんに触るなんてそんな千年早いわほわダメだよやばいやん絶対に触らせへんあかんでペンギン絶対に触らせないアンジュさんに触れていいわけがないからねほんま、はあ、絶対にあかん絶対に触らせへん絶対に触らせへん,絶対,せへん絶対に触らせへんで 絶対に触らせへんでほんま <laughs> 絶対にあかんもうほんまにあかん手袋つけててもあかんからな絶対に喋ったらあかんペンギンさんアンジュさんのこと知ってるの多分知ってると思う友達にアンジュさんの話してる時にペンギンおったから多分知ってると思うあでもペンギンも羽根払ってんのかそっかお金払ってるんかいやでもアンジュさんかいや暮らし前やったらいいけど うわあ、うわあ、アンジュさんか。かわいそう。わ <laughs> あ、アンジュさん、綺麗ですね。てわあ、き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 。ききわあ、アンジュさん、優しいからペンギンにも優しいんやろうな。うわあ、わあ、羨ましい。わあ、アンジュさんのとこならみたい。 アンジュさんのとこ並びたい並びたいアンジュさんのとこいいなえもう絶対そんなペンギンかわせへんでもうペンギンかわせへんでそんな絶対かわせへんでもう絶対にかわせへんからなもう <laughs> 行くこと決まってるみたいなおもろい手袋しててもあかんでもう絶対あかんで <laughs> はフあ 噛んでんほんまにほんまあかんでん絶対にもう指一本爪の先でも触ったらあかんからなもツンツンでもあかんから <laughs> ああおもろ短パンでランニングしてきますよって寒ないさすがにいけるんかまあでも下やったらいけるか上だけ着とけばあでもたまに握手会でさ手触れへん人おんねんな なんかはか、あ、はあ、はあ、はあ、って感じでそう私が触ろうとすんねんけどなんか「うん」みたいな感じであれなんかフられたなと思って <laughs> はあおもろもう絶対アンジュさんとか行かんでたしアンジュさん、ペンギンが悪女か来たら口ばし掴むじゃないかわいすぎやろ何も言わんとこまで掴むやろかわいすぎやろやめっちゃかわいいやんかわいすぎかわい,い。 かわいい恐れ多いっすおもろい <laughs> あんじゅさんあんじゅさんかわいいわちょっとこ,こんな感じで <laughs> 行く人もおもあ、ね、い <laughs> 面白い昔は握手せずに即にやりかかったらガッて引っ張られてこけそうになったことあるおもろい あー潔癖症なるほどね <laughs> なるほどねそういうこともあんのかあでも手袋うんサンタクロースの格好まで待て並んでたらおもろ覚えやすいやろなでもな手袋一応してんだけどな さんのわーペンギンが若菜さんとかいかさんのやつえあんまり触ってほしくないけどいいよ別にいかさんと若菜さんが嫌じゃないんやったらいいよ全然あのペンギンそんな人の手とか触るの好きじゃなさそうだからまあ大丈夫でしょう大丈夫だ、ね、<laughs> もはやペンギン拒否や確かにカニは前は握手会とか行ったことなかったです ハ <laughs> ンジュさんハンジュさんは触られたくないなちょっとな愛花さんも若菜さんもちょっと触られたくはないけどうんうん,んって感じで悩ましいな悩ましいなペンギンがリサヒえ絶対にあかんあの子らはまだまだ中3やであかんあかんあかん大層ともう ツンツンってするのさくらさんはアンジュさんの前に立たれたらどうなるまですかえー、私がってことえー、かわいいなーって思う何 <laughs> 部 <laughs> <あ>の DD になりそうと思ったら「えキュン?ん」ってなる「キュン?」ってなってる <laughs> も,うもうこれ言ったら全員全員この人はーってなりそうやから。 ここで止めとこうむいちょさんギフトありがとうございます <laughs> えへへへ善を釣らないとオンライン緊張しますわあ。ありがとうございます来てくださいですねペンギン先生があきら先生と談笑してたらえめっちゃ微笑ましいなそれはただただ面白いやんえめっちゃ見たいねんけど めっちゃおもろそうじゃないえめっちゃおもろそうじゃない<笑>談笑してるおもろいいつも黒島がお世話になってます <laughs> ってことやろ <laughs> おもろすぎやろ、はあ動画撮りたいわ収めたいめっちゃおもろいやろなえそうクさん先生テレビ出てん <laughs> めっちゃ軽く言うねんだけど <laughs> テレビ出たっていうか映ったレベルお元気ってなんか 果物出てきたすごい,いう2人ごございますすごいないテレビ出たって出たっていうか一瞬一言コメントしただけみたいな感じだけど出たらしいすごいよね。<laughs> 一言って言って今日数学の時にそうインタビューみたいな言うてた。学習会の時に明先生来たら「わあいつもありがとうございます!」っていう。 おもろい <laughs> わでもななさんなえでも私はあれ一回官邸マラソンに出たことがあるんですよ。それの時にインタビューされたけど使われませんでした <laughs> おもろいでもなんか写真だけ上がったなんか黒島を撮ったであろう写真みたいな黒島が走ってるところで みたいな感じのうん NMB になってからじゃない小3とか <laughs> 小学校3年生の時のやつです走ってたんですけど3キロでなんか写真撮ったのがなんか本日カンペマラソンがどうこうどうこうみたいな感じでそう映ってたちゃんと黒島写ってたでうんうんうんちゃんとしゃべ走ってるとこ <laughs> 佐藤くんさんに2人ありがとうございます インタビューはされたけど言ってくるとか面白くなかったんでしょうね何も <laughs> あのコメントは一切なく <laughs> マラソイツから始めるのえー見てなんかリハとかなんか忙しくてですね忙しくてですねそうなんですよね取れなかなかったそうやね 今残ってんのかな分かれへんまだめに光がある頃のこの黒島か確かにあるわ黒作の称賛えめっちゃ前髪なしこ,こピチって止めてたピンでバレーやってたからさ目力怖わ まつ次見せたいもん。<laughs> 親律ああ、そう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 。そうなんですよ。いろいろあるんです。こわ、こわって言われた。目力いいね。おもろ <laughs> うん。わあ、あと三十分だー。あと三十分だ。 30分だよ。ねえハリボーハリボーじゃないわハリーちゃんあと30分ですよ小3で3キロ小3が一番体力あったと思うめっちゃ余裕やった3キロ全然余裕でした家族で走ったんですけど。 広島さん自由確かに <laughs> おん七千くらい7000人くらいになってビスのイベント全部出るのうんビスっていうか全部ショールームイベント系は基本全部出るその2018年とかじゃんわかる多分体力低下中 <laughs> めっちゃ低下中 あ <laughs> 面白いねやってやった HKD さんもギフトありがとうございます鎌刈さんギフトありがとうございます あの重量挙げのポーズしてって言われたので重量挙げっぽい重量挙げ見たことないけど持ち上げてます雨の動物園ちゃんとあれかなワンハーフ全部入れたからなあのあれメドレーな忘れてて。 ちゃんんと覚えたんですよ <laughs> だからまあそんなふりないけどいっぱい <laughs> ゼロの可能性はないと思うでなんか出るねんけど1人くらいはでも私しかおらんかって出るのがだからそうだから増やされたって感じもともと「小籠やりたいです」って言ったのが私しかおらんかったみたい今回は NMB の中で。 川崎の先生さんギフトありがとうございます。雨の動物園可愛かった。ははは。クリスマスライブの雨の動物園やりたいな。楽しかったな。分度器どっか行ったで。なくなった。ダンも楽しかったな。川崎の先生さんギフトありがとうございます。ダン楽しかった。私は気に入ってた。 カラオケ配信したことない、あくびでそうになって出ませんでした。ヤサさ,さんギフトありがとうございます。笑顔がすごく可愛いやって <laughs> あ、そう、分度器咲ちゃんの足に当たったやつ、そうです。ああさんギフトありがとうございます。ペンギンの次に来てみたのは、え、パンダ可愛い。パンダ可愛い、でもクマは当た,ったらよかったのにな。 ナギサ最高あナギサ最高とどっちが好きですか？私はダンが好きやけどナギサ最高も楽しい。どっちやろうな。ブドウ木さんはどこが隠れたんでしょう。確かにね。 ンベ麻婆さんギフトありがとうございますお猿もおすすめそうなんやでもほか何がいいやろなでもペンギンとペンギンとパンダやろう <laughs> この声にはまるのやっぱり可愛らしいあ<ー>確川崎の先生さんギフトありがとうございます 最高ああコールできるそう確かにファンの方はコールできるからありやと思うけどなあ渚最高やと思うなあゾウもあんのかあゾウいいなゾウかわいいあとなダウンコールないもんなも歌詞はダウンが好き <laughs> かわいい渚最高のさくちゃんやったー 嬉しい嬉しいなぁ <laughs> ダンスキーやったダンスキーでしたすごいあくび <laughs> 確かに他のメンバーがペンギン来てたら ペンギンギは黒島以外来てほしくないですね <laughs> ロキチさんぎ二人ありがとうございますダン独書おもろ独書はおもろいさすがにアンジュさんやったら独書でもいいわへ温 <laughs> かくして寝るのよ了解 <laughs>

やばいね、トランプリンほぼ MC <laughs> やばいねジュさんゲストでわわトークしてもらういいねもうそれは一人の声じゃないけどわあいいなジュさんと二人希望わあ私もしたい GSGK 行きたいジュさんと行きたい行きたいめちゃめちゃ行きたい CSG 行きたいわ行きたいわい行きたい勉強するかでもな別に勉強もな今はいいねんなしかも課題も割とね進んでるんですよ 逃亡者、K、さんギフトありがとうございます本も今いいとこなんですアンジュさんと京都行って教えてわあめっちゃ行きたいけどいきなり京都はきつい遠いですいきなりはい全然行ける距離なんですけど堤さんギフトありがとうございます全然行けるし行きたいんですけどちょっと遠いです二人は二人はさすがに遠いですね まあ最初はカフェくらいで。あんじょさんほんまにかわいい。いおしいですよね。隣、まあのバナナとかめっちゃ入れたいんだけど、あんじょさんと。え、え、めっちゃかわいいよ、あんじょさん。やばいねんけど、並びたくないわ、隣に。あ、そう、最初はからさんを誘って3人で。か、愛かさんか。いっそを握るはずね。マイティさん、喋ったことないけど。 ちゃんんでる方が気になってなんか黒島が言うと余計になんかな引っかかりそうな気すんねんなしゃべりやそうやね今日もマイティさん持ったねっ挨拶だけして帰ってきた持 <laughs> ったよ公演メンバーですからね可愛かったですマイティさん顔がちっちゃかったです可愛い,いですよ可愛い,いですよ世間話したらえのに

<laughs> 話したことないんですよもう超初期のあれケイトさんの取り調べ室の時のあれはやったことあけどその写真撮る時に家で「前はフリー素材やから」みたいな感じの話した時だけもうそれ以外喋ったことない黒島は合わせます合わせますが。 合わせ方が下手だと思います。コカじいさんギフトありがとうございます。ヒョンさんもギフトありがとうございます。基本、私はあの話してるところを伺って合わせていくんですけれどもね。伺いすぎて喋らなくなるという。ブロスさんギフトありがとうございます。フリー素材って言う人多い。結構写真撮って載せていいですか？って言ったらいいよ。私フリー素材からつっ,って言う人多い。私もフリー素材です <laughs>。基本なんでももう事故が以外載せていい。 感じです上田カヌキさんギフトありがとうございますそうでもチームがね違うとね話す機会がないんですよそうなんですようんそうひたすらあいつちでもあいつちも打たれへんねん私打たれへんねんよ下手 なんか下手やねんだから「うんうんうん」って顔でうなずいて「うん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 」って「ハハハハ」って笑うかシーアとマークのエルさんギフトありがとうございます」「うん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 ってやるかははははってやるから2択しかないから私はでも話聞いてるっていうのは伝えから「うん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 」ってめっちゃ目見てはおる。 あー面白いよね本当に <laughs> よく見る光景 <laughs> いつもうんうんうんかめっちゃいい米だった何それどれや ちゃんが笑って言えば世界平和へ <laughs> 戦争は全てなくなる <laughs> 戦争と紛争は全てなくなるのだハッはッはッは世界平和めっちゃ誇りが飛んでる誇りっていうか多分これやろなこれの毛らしきものが飛んでいった平和になるのだ <laughs> 今すぐ戦争紛争はやめなさいそんなそんなもんで戦わずに もう口でちゃんと言いなさい。本当とに。マイク・トラウトさん、ギフトありがとうございます。あんまりその話はね、できないですけれども。もう本当に、私は反対派です。私はというか、基本そうな人が多いと思うけど。ほんまにほんまに言いたいことがたくさんありますよ。うん もアンジュさんアンジュさんちゃわやばいコメント見て無意識にアンジュさんって走したアンジュさん要素一個もないのにアンジュさんって言った怖いやばいやばすぎるやばすぎるアンジュさん要素一つもなかったのにやばいわ つつみさんギフトありがとうございますアンジュさん要素なかったで今何もアンジュさん要素なかったもう口癖がアンジュさんになって思ってるアンジュさんとかわいいが口癖やからなそこセットやからああいやアンジュさんって無意識に言うてたわもうこれはあれですから反射こうだから口 言おうっていうコメントを見るっていう資格から入ってで脳に伝達されて脊髄から通って「口」とかじゃなくてもうそのまま目から通って「口」ってすぐ出てるねこれは脳に行く前に「ジュさん」って言ってる反射ですこれは寝言でも「ジュさん」って言ってそうおもろい確かに言ってそうそれ理科でやったとこそう こう通って通る前に吸っていくから反射反射止められへんねん反射は膝こうやってやっても止まれへんからえ <laughs> 無意識で言ったことないんやばっそれは愛が足りないんじゃないですか黒島にアンジュさん愛負けてるんじゃないですか <laughs> やばいやば <laughs> そして人類みんながアンジュさんに見てるかもしれへん。やばいわ。全部アンジュさんに見てるかも。ああ私は全部アンジュさんや。やばい恥ずかしい見られてる。わー。守ったならいやいやいやアンジュさんやの愛が足りてないんじゃないですか。愛情は重いくらいの方がいいんですよ。いつも毎日黒坂の夢見てますやって。あああ私は毎日アンジュさんの夢を見ているよ。 <laughs> 毎日ハハ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 たまにアキラ先生出てくる <laughs> えっこの前のアキラ先生50回目の講演がたまたまなアンジュさんがアンジさんじゃない<笑><笑>やばいアキラ先生って言おうと思った <laughs>

皆さんが負けたわけではなく黒島が重すぎますねこれは。んさ <laughs> やばいわ <laughs>。あの <laughs> ちょうど私の50回目の講演の時にあきら先生だったんですよその担当の先生が。であきら先生が夜に来るって言われになってたんですけどあの来なくて。 で結局私は50回公演出たのに一回も明先生当たらずというすごくないですか逆に運が悪いという逆にじゃないけどは <laughs> <laughs> おもろアンジュさんって言ってまた上田和樹さんギフトありがとうございますはあおもろいわめっちゃおもろいわさすがに重すぎるこれは黒島がドラゴンさんギフトありがとうございますめっちゃおもろいわ ほんま今意識にアンジュさんって言ってたよな <laughs> マイクトラウトさんギフトありがとうございますあやばすぎるさすがにやばいわだてちゃんさんギフトありがとうございますやばい <laughs> 重すぎ伝わりましたさすがにねうんこれは伝わったと思います私がアンジュさんのことが本当に大好きということが伝わりましたね アンジュさん禁止令出してみたいうわあ禁止か禁止かだってあれもね学校でもさなんか友達とか学校の担任の先生とかがあのアンジュさんの話をたまーにねすることがあるんですよ鎌さんに二人と出ます私がアンジュさん大好きなのが知ってるからアンジュさんの話を一言でも口にしたらもう浅草に会ん 佐藤君さんギフトありがとうございます <laughs>。黒島 <laughs> あの <laughs> 自分のしてる話とコメントの名前のあれで混ざってたくちゃんさん言って <laughs> 佐藤君さんギフトありがとうございます <laughs>。もうやばいわあのクロがアンジュさん好きなのをもう知ってるからみんなだから一言でもアンジュさんって口にしたらもうやばいくらいアンジュさんアンジュさんになっちゃうから言うとあかんで。 あれがねあるんですよ学校で泣く <laughs> ちゃんさん <laughs> 勝手に出た今のも今のも無意識に出たわやばい <laughs> これはもしかして職業病なのか <laughs> やばいななかなかやばいわさすがにさすがにやばすぎるはあ <laughs> 肉でもそれッ他人には聞かれないるほんまに <laughs> 毎日配信をお疲れ様ですさくちゃんさんありがとうございますさくちゃんさん頑張ってます何の職業アイドルです学校でアンジュさんを教してそう「アンジュさんアンジュさん」んさんばっかり言いすぎて「昨日な影穴の前にアンジュさんが現れたねん」とか言ってめちゃめちゃ喜んでるからな学校で。 ほんまに <laughs> やばすぎやろ豆の指を見るにはキーワードはアンジュさんやねほんまにアンジュさんとペンギンのどっちかやからなクマさんかアンジュさん禁止アンジュさん禁止はきつい、はあ、アンジュさんのお母さんやでアンジュって言葉を言ってさ確かに アンジュさんの21年のよりも私の方が言う多く言ってるってことやなすごすぎるああでも確かにそれに関しては私も負けてない気がするさく <laughs> ちゃんが鍵穴してる時にアンジュさんが来たら「やばいやろそれはやばいやろ」 もう笑ってまうかもしれないでもさすがに集中してるから隣見られへんかもしれへんってなって過ぎてから気づきそう「うわー今か!」ってなりそうな気するああ「アンジュさんネタで勝手にコメント盛り上がってたらおもろい」毎日100回以上言ってるから確かに頻度がやばすぎる趣味アンジュさん特技アンジュさん おもろすぎペンギンがアンジュさんをしいにだったらえ語り合うそれについてアンジュさんが可愛すぎましたよねって言ってはあおもろいわ脳内の何がアンジュさんで占められてますかうーん98%ですねで1.9%いや 1.9%学校0.1%うーん無ペ<む> <laughs> ンギンに毎日守ってとりそう今日アンジュさんと写真撮ってもらったからって言ってみせみたかったひととり説明な <laughs> 説明今アンジュさんが 取りましへへへへへへへまでちゃんと入れてんだがおもろいあ <laughs> おもろすぎる0.00.1%の「無」が怖い「無」が一応入っておりますクソ <laughs> おもろい今日愛梨さん私と写真撮ってもらったから 今日アンジュさんが可愛いとか言ってくれたからって言ってめっちゃマウント取りそううふ <laughs> 歓迎お支援元気難しい配信やな <laughs> 難しい配信やな気難しいでほんま <laughs> 写真見せびらかすからね見て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 このアンジュさん一緒にとってもらってんだ かるさんゼロいや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 活動がね0.01入って <laughs> 少なすぎるわびっくりした <laughs> 鎌刈さんギフトありがとうございます <laughs> だから98%アンジュさん 1.9%NMB もうそれはほぼアンジュさんってこと点 <laughs> 0.09% 学校を零点零一が無減りましたね学校がふ <laughs> んふんふんふんあああこまはもうそろそろランキングを読みたいと思います今日もありがとうございました必ず無があるんですよ無は必須ですあああんじさん可愛いね あって言ったらアンジュさんっていう予想変換される自分が悲しいもう俺私もあって言うんだらアンジュで出てくるやんオスやんさんって出てくるからなさすがにアンジュさん100%ではないさすがにここで問題今アンジュさんは何をしているわ、えー、かるさすがにさすがに悟り開いてないからわかる 川崎の先生さんギフトありがとうございます。ああ、前生王さんもギフトありがとうございます。アンジュでした。ヒロタさんギフトありがとうございます。なんやろうな私あっていれば。あありがとうが先に出てきてしまった。うわあ、うわありがとうがでもあンジュってすぐ出てきた。あンジュっていればさあ出てきて真剣なのが可愛いんです。 おもろいえ待ってめっちゃおもろい「アンジュ」ってうつや「アンジュ」「さん」「アンジュ」「さんが」「新」「アンジュ」「さん」「真剣なのがかわいいんですよね」って出てきた <laughs> おもろすぎるめっちゃおもろいもありがとうが先に出てきてしまったまあいい言葉ですからねランキングを見ましょう13位りっちゃんさんありがとうございます12位がるさんありがとうございます

2位がだてちゃんさんありがとうございます1位もーちょさんありがとうございますありがとうございました <laughs> おもろい真剣なのがかわいいおもろい真剣統一ちょっと待ってもう一回最後までやりたいあーでアンジュさんアンジュさん真剣なのがかわいいんですよねー <laughs> これで出てきたおもろい これで出てきたよ。ごきげんよう。ボロスさん、ギフトありがとうございます。伊達ちゃんさんもギフトありがとうございます。めっちゃおもろい。ああ、おもろ。アンジュさん、真剣なのが可愛いんですよね。脳脂肪って出てきた。あ <laughs> あ、ありがとうございました。まさきさんもギフトありがとうございます。ああ、おもろい。ああ。めっちゃ喋った。 可愛い髪型だから可愛いいポーズをお願いします。キュロンやばい。もうちょさんギフトありがとうございます。赤尾はやばいわ。マサキさんギフトありがとうございます。あ <laughs> <laughs> ささあ,あ、おもろい。ア <laughs> アンジュさん。 アンジュさん真剣なのが可愛いんですよねあ伸ばし棒が違う伸ばし棒がこっちの伸ばし棒ですよアンジュさんの方です、はあ、<laughs> 真剣なのが可愛いんですよね <laughs> 変換でそれ出てくるのやばいだなめっちゃやばいだなほんまにやばすぎなんか他の変換出てこないかなアンジュさん可愛すぎる無理めっちゃ走ります <laughs> 違う変換、アンジュさんかわいすぎる、無理、めっちゃ走ります <laughs> めっちゃおもろいねんけどめっちゃおもろいやすさんギフトありがとうございますやばすぎるねんけど <laughs> めっちゃ走ります <laughs> あ,ありがとうございました 横丸さんもギフトありがとうございます明日も配信するのでぜひお越しください <laughs> あえなんか復活したテロップなんでやねんあおもろありがとうございましたしゃべりすぎて目が回っております三欠ですありがとうございましたあおもろいめっちゃおもろかったさよなら今日バイバイごきげんよう 絵で描いたら面白いかも。確かに、超おもろいな。上田和樹さん、ギフトありがとうございます。ありがとうございました <laughs>。予測変換、おもろすぎる。